動画をご覧の皆様こんにちは。明日はセンター試験です。私は今年は、残念ながらセンター試験を受けないので、こうして MMD 杯に動画を出しております。受験生の皆様は、センター試験で受験を終える人も、この後二次試験を控えてる人も、今までやってきたことを十分に発揮してきてください。これまで頑張ってきた過去の自分がいるから、今の自分が試験を受けることができるのです。言い換えると、過去の自分が未来の自分に託すバトンなのです。今年こそ、頑張れ受験生。